皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの焼酎、八千代伝白のハーベスターのレビュー動画となります。こちらはですね、季節限定の新焼酎となりまして、秋ごろにしか出ないものになりますね。ではレビューいってみたいと思います。まずロックにするとバニラにも似た甘い香りです。口に含むと透明感、甘さ、渋み、後味よりに香ばしさ、苦味は少ないです。爽やかな焼酎というイメージです。辛さは若干あります。アルコール感や芋の香りもふわっと存在します。お湯割りにすると甘さは抑えられるものの、旨味やコク、酸味、香ばしさなど中心の味になります。チョコレートの一種のような感じがして美味しくなり、ロックより美味しいかと思います。新焼酎って味の整ってないものは多いんですけど、こちらに関してはなかなかバランスがいいのかなって思います。黒のハーベスターよりは僕はこちらの白のハーベスターの方がだいぶおすすめとなります。では今回のレビューは以上になります。ご視聴ありがとうございました。